今回はウォーキング50分相当をたったの1分で同じ効果が得られるやじろべえの応用編として二の腕と背中もスッキリさせる方法を合わせたエクササイズになります。華奢な体になりたい、バランスよく痩せたい、そういった方は今回のエクササイズが向いてます。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、スッキリした肩、華奢な二の腕を作る方法に加えて、足痩せ、ヒップアップ、同時にできるメニューを紹介していきます。今回のエクササイズは、バイバイやじろべえです。二の腕を細くするポイントとしては、内巻き肩を外巻き肩にする姿勢を作るエクササイズ。上腕二頭筋をしっかり伸ばして、三頭筋を適度に使う。しっかり胸を張って、小胸筋が縮まらないように、しっかり伸ばして、背中の方が縮むようにするメニュー、これがポイントになります。これに加えて今回はやじろべえを行っていきますので、少し難しくなると思いますが、各足1分ずつバランスをとって上半身をバイバイするだけです。バランスよく痩せたい、華奢な体になりたい、二の腕すっきりさせたい、背中をすっきりさせて脇の下のハミ肉なんとかしたい、そういった方にはおすすめです。まずは上半身の動きから練習しましょう。それではいきます。片足立ちでバランスを取るやじろべえに加えて、上半身の動きは楽に座ってもらって、手をしっかり伸ばします。このまま手をドアノブを回す感じで大きく手を動かしていきます。できるだけ体の後ろです。できれば耳より後ろでドアノブを回す感じで、しっかり三頭筋を使いながら二頭筋を伸ばします。これで胸のストレッチ、肩甲骨動かしながら華奢な二の腕ができます。これをまず20秒間覚えてください。いきましょう、スタート。ドアノブを回す感じで手をできるだけ遠くに持っていく感じです。しっかり二の腕を引っ張りながらドアノブを回す感じです。よし、 OK です。今の上半身を作りながらやじろべえをしていきます。できればスマホはどこかに置いてもらって見ながらやってください。片足立ちで少し膝を曲げて、足をいろんなところに動かしながら手を大きく動かしてください。もしバランス崩れたらスクワットをしたら戻ってください。これで歩く際に使われるお尻周りの筋肉、足の裏の筋肉、ふくらはぎなどが鍛えられて、代謝が上がり、足痩せ効果上がります。やりましょう。それでは1分間やっていきましょう。いきます、スタート。ドアノブを回す感じで手を大きく動かして、足もいろんな位置に動かしてください。足を上げたり伸ばしたりしながら、胸をしっかり張って手をパタパタドアノブ回す感じです。これがね、すごくね、体が熱くなってくると思います。しっかりね、手を伸ばしてください。上に上げるときは肩をしっかりね、上に持ち上げる感じで、これだけでも結構疲れますよね。ずっと回してますからね。いや、背中も熱い。よし、頑張って、あと少し。いや、辛い。 OK。 いや、辛いですね、これ。なかなかこれがね、二の腕痩せにすごくいいんです。それでは反対いきましょう、スタート。頑張って、バランスを取りながら、もしね、ドアノブ回す感じでも腕だるいよって方はね、大きく回すだけでもいいです。こういう感じで、なんか足をね、できるだけいろんな位置に動かしてください。足をいろいろな位置に動かすことで、いろいろな筋肉が使われます。頑張っていろいろ動かしてください。たまにはつま先をしっかり伸ばすとかね、つま先上げるとか、とにかく
長い時間歩くことをたった1分間に詰めてますので、いろんな位置をね使っていきましょう。ふう、熱い、腕が熱い、背中も熱い。あと少しです。おっと、バランスが。よし、 OK。 お疲れ様でした。いや、結構汗がねこれ出ますね。今ね、しっかりこの二頭筋が伸ばされて、手をしっかり伸ばしているので三頭筋が鍛えられてます。よく二の腕細くしたくて見られるのがこういう動き、これはもちろん三頭筋を鍛えるのでいいんですが、こっちを伸ばすことをしないと後ろよりも前の方が力があるので、後ろを鍛えることに加えて前を伸ばすことをしなければいけません。そしてしっかりね、二の腕を細くするためにケアしたとしても、胸が張れる姿勢が作れてないと、肩が内巻きになるとどうしても肘が少し曲がってしまう。曲がると前が縮む、後ろが伸びるって感じになるんで、逆にしなければいけません。しっかり前を伸ばして、後ろを適度に使う、胸をしっかり張って背中を縮める、こういう姿勢ではなくてこういう姿勢を目指さないといけません。で、この今のやじろべやったことによって今姿勢が良くなってる気がしませんか？そして二の腕がなんかすっきりしてる感じしませんか？やってみて、胸が腫れてるな、背中がなんか寄せてるな、腕すっきりした感じするなと思った方はグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。